向かい風が吹くんで、もしかすると声が聞こえづらいかもわからないです。釣りましたね。さすが。餌取りがそんなに気にならないですね。いけるかもわかんないね。なんでこの時期に餌が取られないとは想定してなかったですね。もう一応触ってはいるな。あ、取られてた。やった。とりあえず餌さえ取られれば、なんとかなりそうですね。たまに浮いてきますね、メジナも。たまに見える。ほら、やっとだよ。メジナだよね。よし。あ、何これ。なんだ。いいな、イサキ。やべ、なんか飛んでちゃった。沈みたな。いや、これアイゴだよな。あ、逃げた。ハリハズレ。強いやつかけたね、ジェイちゃん。強いやつだな。取るんじゃない、イスズミ。取ったね。イスズミかな。イスズミ、朝来てムロアジュしか釣ってないですね。まあほとんど差を出してないっていうのもありますけど、つらいな。アイゴだ、アイゴだよ。やめたいわ。あ、お気に入りだぞ。アイゴだよね。ズルズルいってる、ズルズルいってる。あら、あやばいやばい、あやばいやばいやばい。たまに入って、たまに入る。あやばい、ごめん、やばい。はい、5移動してきました。ちょっとこっちの方がやりやすいかな。もう今日は初島、本当釣り人多くてですね、まさか釣り場難民になるとは思わなかったです。魚いないですね。
なんでこれ、どっか行きましたねこれ。いよいよ水中機まで取り出してやってますよ。真冬みたい。ハリがグレバリの4号、ハリスは1ヒロ2号1ヒロ誘導1ヒロ取ってます。水中機が 2B、 当たり行きが B と、これでやっています。まあ、いるのは一応イスズミは見える。下の方に行けるか。よし、乗った。ああ、ダメだ。あ、水中か。あ、最悪。まあ、あのテトラの向こう行ったらもう取れないですね。向こうから入っちゃう。そうなんですよ。ダメだ。当たるか、当たれ。もうあそこで当たっても取れないんだよな。このテトラの、このテトラの向こう側なんです。テトラに突っ込んでくるし、しょうがないよね。自分で選んだ場所なんで。当たってるの念仏台かもしれない。うん。よし。いた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 、イスズミだ。イスズミ来ましたよこれ。イスズミですね。強烈。どうにもできないやつ。ちょっと優しくやって撮ってやろうかなこれ。優しくやったらどうなるかな。うん、優しくやれば。ほら、あ、浮いちゃう浮いちゃう浮いちゃう。いけそうですね。あれイスズミかこれ。イスズミだ。真っ白ですもんね。イスズミですね。うん。優しくやりますから今。優しくやれば多分そんなに驚いていかないでしょこれ。ちょっと変な、あ、そ、あそこ行っただ。そこ行ったらダメ。危ないですね。ここをまず耐えなきゃいけない。よし、耐えた、ほら、耐えた、耐えた。あれ、そんなでかくないですけど。ね、パワーありますね。ちょっと楽しかったですだけど。そう、引きが。少し遠く投げると、もうほとんど浮き見えないですね。ユーマズミはラスト1投だけやりましょう。もうそれで終わり。うん、足りですね。いけるか、いけるか。よし、乗った。メジナでしょう。メジナでやってよ。これメジナっぽいな。イサキだ、イサキ。イサキですね。よし、食べて美味しそうなイサキでした。よし、よし、よし、暴れな暴れな。うん、30、35センチぐらい、ほら。
った。当たったね。ほら。乗った乗った。うんだ。あ。やべえ、一瞬で切られてる。さて、あと。ラスト1時間ぐらいですね。なんとか、メジナ。メジナまで一匹も釣ってないですからね、昨日からいて。これはメジナかな。なんだこれ、アイゴか。アイゴだ。あ、そこ行くな、そこに、そこに行くな。よっしゃ。ぽいっけなぁ。あ、テクラ、テクラに入ってる。やばいやばい。そしてアイゴでしょ、これ。アイゴだなぁ。うお、でっかい。